第3次、鳩山一郎内閣は、衆議院議員、自由民主党筆頭総裁大公委員の鳩山一郎が、第54代内閣総理大臣に任命され、1955年11月22日から1956年12月23日まで続いた日本の内閣である。鳩山一郎1955年11月15日に、自由党と日本民主党による、 保守合同によって自由民主党が結成され、内閣総理大臣、鳩山一郎が自由民主党筆頭、総裁代行委員に就任した。それを受けて、与党の基盤が変更になったとして、通常の内閣改造という形式を取らずに、第23回国会を招集した上で、その冒頭で、第2次、鳩山一郎内閣が一旦総辞職を行い、衆議院、 参議院の両院での本会議にて、主犯指名選挙を取り行って、鳩山一郎が、第54代内閣総理大臣に指名されて、組閣した内閣である。日本国憲法下で、衆議院議員総選挙による、内閣総辞職を経ずに、内閣総理大臣に連続再選された例は、2020年時点では、この時の鳩山一郎の3度目の主犯指名ただ一度だけで、ある。 この第3次、鳩山一郎内閣のトピックスとしては、日ソ共同宣言国際連合への日本国の加盟が挙げられる。原子力委員会委員長は、設立時の1956年1月1日から、科学技術庁新設前日の同年5月18日までは、単独で国務大臣の補職対象となる職位であったが、翌5月19日以降は、 科学技術庁長,長官たる国務大臣を持つて当てるとの規定により、鍵庁長,長官が自動的に就任する職位となったため、単独で就任事例が発せられることはなくなった。突起ない限り1955年11月25日任命へ。ありがとうございます。